本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。ただいまより密か土曜日クラス終了公演歌舞伎ダイジェスト白波五人男三人吉差表作石夜叉王の3本を上映させていただきます。最後までごゆっくりご観覧くださいませ。雪の下から山越しにまずここまでは逃げ延びたが、行く先詰まる春の夜の金も七つかむつら川、夜明けぬうちに飛び石の須崎を離れ船に乗り、故郷を後に三浦から岬の沖を乗り回さば、丘と違って波の上人目にかかる気遣いなし、しかしむつらの川端まで乗っけるなあてが遠州なだ、油断のならぬ山風に置いてかおっての早手に会えば、誤解にあらぬ人越しのその果実家の折れるまで、腕目へ見せて切り散らし、かなわぬ時は命綱、怒りを切って五人とも小綱の縄にかかろうかい。王族の長本、日本大門、それに従う4人の者、やることならぬ動くな。さては5人がこのところへ来るを待ち伏せなしたるか。迷子を探す手に見せ、幾組となく手分けをなし、網を張って待っていたのだ。各露見の上は卑怯未練に逃げはせぬ、一人一人に名を名乗り縄にかかって刑罰受けん。けなげな一言して真っ先に進みしろ。問われて名乗るもおこがましいが、生まれは遠州浜松在、重視の年から親に離れ、身のなりわいも白波の沖を越えたる夜働き、盗みはすれど非道はせず、人に情けをかけ側から金谷をかけて宿塾で、義賊と噂高札に丸配布のたらい越し、危ねえその身の境界ももはや四十に、人間の定めはわずか50年、64州に隠れのねえ賊との狩猟、日本大門。さてその次は江ノ島の岩本院の稚語上がり、普段着慣れし振袖から曲げも島田に由比ヶ浜、打ち込む波にしっぽりと女に化けた筒持たせ、油断のならぬ小娘も小袋坂に身の破れ、悪い浮き名も辰の口、土の牢へも二度三度、だんだん超える鳥居数、八幡様の氏子にて鎌倉無宿と肩書きも、島に育ってそのなさえ弁天小僧菊之助。続いて次に比叡氏は月の武蔵の江戸育ち、ガキの檻から手癖が悪く、抜け参りから売れ出して、旅を稼ぎに西国を回って守備も吉野山、まぶな仕事も大峰に足を止めたる奈良の京、小打ちといって寺々や豪華へ入り込み盗んだる金が見たけの罪と川、毛抜けの塔の歌え見え、重なる悪事に高飛びなし、後を隠せ障眼のお名前語りの忠信伊兵衛。またその次に連なるは、以前は武家の中御所古州のために切り取りも
いぶき刃の腰越や戸上ヶ原に身の錆を研ぎ直しても抜きかねる盗み心の深緑、柳の都八つ七号花水橋の切り取りから今牛若と名も高く忍ぶ姿も人の目に月影がやつ神輿ヶ岳今日ぞ命の明け方に日ゆる間近き星月よ、その名も赤星十三郎。さてどんじりに引け石は潮風荒き小ゆるぎのそなれの松の曲がりなり人となったる浜育ち神器の道も白川の夜船へ乗り込む船盗人波にきらめく稲妻の白羽に脅す人殺ししょって立たれぬ罪人川その身に重き虎返し悪事千里というからはどうでしまいは木の空と覚悟は兼ねて死ぎたつさはしかし哀れは身に知らん念仏綺麗な南郷力丸五つ連れ立つ狩金の五人男にかたどりて暗に相違の顔ぶれは垂れ白波の五人連れその名もとどろく雷の音に響きし我々は千人余りのその中で刻印打った頭分不定か不定か泥棒の腹は大きい肝ったまならば手柄に絡めてみろ何をこしゃくな今日は一緒の身の割りと覚悟はせしが一目でも逃れられねば逃げ延びん深様命が物種なれば五人連れにてひとまずこの地をいや大勢連れでは一目に立つ忠信赤星両人はこれよりすぐに中仙道南郷弁天両人は道をたがえて東海道返しも早く落ち延びようしてまたかしらはこの身はやっぱり鎌倉のうちに隠れて後より出立そんならこれより右左別れ別れに旅路へ出かけ道中筋をひと働きさつきを待って京都にて再び出会う五人男白魚のががりもかすむ春の空冷てえ風もほろ酔いに心持ちよくうかうかと浮かれガラスのただ一羽ねぐらえけえる川端で竿のしずくか濡れてであわ思いがけなく手にいる百両お役落としましょう役落とし、役落とし本日本屋は決分か西の海より川の中落ちた夜鷹は役落とし豆たくさんに一文の銭と違って金包みこいつは春からま、縁起がいいわい待っておくんなせえ何の用かは存じませぬが私も急な用もあろうが手間は取らせぬ待てと言ったら待ってくんなせえ
てとあるゆえ待ちましたが、して私へのご用とは？さあ、用というのは他でもねえ。浪人ながら二腰たばさむ侍が手を下げこなたへむし、どうぞ貸してもらいたい。おなごを捕らえたお侍が貸せとおっしゃるその品は？濡れ手で阿波の百両。え？かごに揺られてとろとろと、いっぱい期限の初夢に、金と聞いちゃ見逃せねえ。心は同じ盗人根性、去年の暮れから間が悪く、五十とまとまる仕事もなく、遊びの金にも困っていたが、なるほど世間は難しい。友人入りの振袖で人柄作りのお嬢さんが追い落としたは気づかねえ。これから見ると俺なぞご無沙汰息に着流し、小長い刀の落とし差し、ちょっと見るから往来の人も用心するこしらえ。金にならねえももっともだ。それじゃあおめえの用ってのはこいつを貸してくれろとかえ？おや大きな手違い。犬脅しとも知らねえで大小刺していなさるゆえ、大方荒みの道だめし、命の無心と思いのほか、お安い御用のはしたがね。お貸し申してあげたいが、凄みなセリフで脅されてはお気の毒だが貸しにくい。まあお断り申しましょう。貸されぬ金なら借りめえが、命も一緒にもらおうか。だがお主も名のある盗っ人、無縁にするも不憫な家、今日立ち見にならなのか。一本鼻に線香は殺した俺が手向けてやるが、その俗名を名乗っておけ。名乗れとあるなら名乗ろうが、まあ俺よりはそっちから七本当場へ書き記す、その俗名を名乗るがいい。こりゃ俺も悪かった。人の名を聞くその時はまあこっちから名乗るが礼儀。ここがあだ名のお坊さん、小ゆすり語りぶったくり、押しの利かねえ悪党も一年増しに功を積み、お坊吉佐と肩書きの武家お構いのごらつきさ。してまたそっちの名はなんと？問われて名乗るもおこがましいが、去年の春から坊主だの、やれ悪魔のと姿を変え、憎まれ口も聞いてみたが、聞かぬからしと悪党の凄みがないのは馬鹿げたもの。そこで今度は新しく八百屋お七の名を借りて、振り袖姿で稼ぐゆえ、お嬢吉佐と名に呼ばれ、世間の狭い食い詰め者さ。待った、どういうわけか知らねえが、止めに入った。待ってくだせえ。いや、見知らぬ措置がいらぬ止め立て。けがせぬうちに乗りた乗りた。いいや、のかれぬ。二人の衆、20日みなりも早すぎる。氷も溶けぬ川端に、水にきらつく刀の稲妻。不気味な中へ飛び込むもまだ近づけにゃならねえが、顔は覚えぬ。名うての吉さ、いかに血の気が多いとて大神楽じゃあるめえし、初春早々剣の舞、どっちに怪我があってもならねえ。今一対の二人は何を富士の大和屋に、劣らぬ筑波の山崎屋、高い同士の真ん中へ背伸びをして、高島屋が見かねて止めに入ったわ。どうなることと、さっきからお女中様がお案じ上、丸く収めにあだ名さえ
坊主上がりのお正吉さん。幸い今日は節分に争う心の鬼は外、福は内輪の三人吉さ。福茶の豆や梅干しの遺恨の種を残さずに、小粒の山椒のこの俺に厄払いめくセリフだが、さらりと預けてくんなせ。そんならこなたが名の高い起請院の処刑あがりお正吉さであったるが、そう言われると面目ね。名高いどころかほんのピーピー、根が吉祥院の味噌すりで弁長といった小坊主さ。賽銭箱からだんだんと指導金まで盗み出し、とうとう寺をだりむくり、ネズミ布の子のお敷せも浅木と代わり二三度はもっそう飯まで食ってきたが、非道な悪事をしねえゆえ、お上のお慈悲で命が助かり、こうしているが何より楽しみ。盗みの咎で取られるなら仕方もねえが、己が手に命を捨てるは悪い良剣。司祭は後で聞こうから、不祥であろうがこの白羽俺に預けて引いてくだせ。時余りも打ち続けたので肩も腕もしびれるような、もう酔いほどにしてやめようではないか。とはいうものの、昨日までは盆休みであったほどに、今日からは精出して働こうではござんせぬか。働きたくばお前一人で働くがよい。トト様にも春彦殿にも褒められようぞ。私は嫌じゃ、嫌になった。私とお前とは心が違う。妹のお前は今年18で春彦という男を持った。それに引き換えて姉の私は20歳という今日の今まで夫を定めず過ごしたわ。あたら一生草の屋に住みはつまいと思えばこそじゃ。職人風情の妻となって満足して暮らすお前らに私の心は分かるまいな。桂殿、職人風情とさも卑しいもののように言われたが、職人あまたある中にも表作り師といえば世に恥ずかしからぬ職人。何をだだと。何、騒がしい、静まらぬか。今日ももう暮れるぞ。秋の夕風が身にしみるわ。娘たちは奥へ行って夕ママの支度、証の用意でもせえ。のう、春彦。妹とは違うて、気がさの姉じゃ。何事もわしに免じて了見せい。あれを産んだ母親は、その昔、都の公家衆に奉公したもの。縁あって、この夜叉王と夫婦となり、東へ流れ下ったが、育ちが育ちとて気ぐらい高く、職人風情に連れ添うて、一生むらしく朽ち果つるを悔やみながらによう終わった。その血を分けた姉妹、同じ種とは言いながら、姉は母の血を受けて公家敵、妹は父の血を引いて職人敵。そう受けたまわれば、桂殿が日頃職人を卑しみ嫌い、世に聞こえたる天井日とかゆんとりならでは夫に持たぬと誇られるも、血は争われぬものでござりまするな。お
取り紛れて忘れていた。これから大人の町まで行ってのみとさすがを受け取ってこねばなるまいか。今日はもう遅れました。いっそ明日に済まされては。いやいや、職人には大事な道具じゃ。一刻も早う取り寄せておこうぞ。おう、職人にはその心がけがのうてはならぬ。吹けぬ間に行け行け。これこれ、将軍家のお忍びじゃ、粗相があってはなりませぬぞ。こちらでございます。思いもよらぬおなりとて、何の儲けもござりませぬが、まずこれお通りくださりませ。して、御用の趣は？問わずとも察しておろう。我が面体を後の形見に残さんと、頼家に似せたる表を作れと、絵姿までも使わしておいたるに。日を減るも出退せず、幾度か縁因を申し立てて、今まで打ち過ぎしは何たることぞ。たかが表一つの細工、いかに丹精を凝らすとも、百日とは費やすまい。お細工仰せつけられしは、当春の初め、その後すでに半年をも過ぎたるに、いまだ献上いたさぬとはあまりの懸念。もはや猶予は相ならぬと。上様のご機嫌、散々じゃぞ。余は生まれついての請求じゃ。あまりに歯がゆう覚えるまま、この上は使いなど使わすこと無用と、余が直々に催促に参った。おもれ、何故に細工を怠りおるか。子細を言え、子細を申せ。もったいなくも、征夷大将軍、源氏の棟梁の御姿を刻めるとあるは、職の誉れ、身の面目、いかねか、なおざりに存じましょうや。これまで未熟ながらも、腕限り、根限りに、夜昼となく打ちましても、意にかなうほどのもの一つもなく、心ならずも、永遠に永遠を重ねましたる次第、どうぞお察しくださりませ。ええ、最速の都度に同じことを、その申し訳は聞き合いだぞ。この上はただ永遠とのみでは相済むまい。いつの頃までには失態するか、期日を定めてお詫びを申せ。その期日は申し上げられません。左に飲みを持ち、右に土を持てば表はたやすくなるものとおぼしめすか。家を作り、塔を組む万象難度とはこと変わりて、俺は小なき荒木を削り、男、お女、天人、夜叉、羅刹、ありとあらゆる善悪邪小の魂を打ち込む表作りし、五体にみなぎる聖力が両の飼いなにおのずから集まるとき、我が魂は流れるごとく蚊に通いて初めて表も作られます。ただし、その時は半月の後か、あるいは1年、2年の後かは、我ながらしかとは分かりませぬ。これこれ、夜叉王殿、上様もご自身が仰せられるごとく、至ってご請求でおします。のらりくらりと申し上げていたら、ご完璧がいよいよ募るほどに、こなたも職人冥利、しかと、お返事申すがよかろう。おのが心に染まぬ細工を世に残すのは、いかにも無念じゃ。何？無念じゃと？さらばいかなるたたりを受けようとも、早急にはできるというか。恐れながら、早急には。おのれ、覚悟せい。お待ちくださりませ。表はここに献上いたしました。何？表はすでに失態しておるか。偽りならぬ証拠、これご覧くださりませ。おお、見事じゃ。よう打ったぞ。上様、御顔に生き写しじゃ。
まことにまことに。その表は死んでおります。何事かと思うたに、修善寺幼稚とは平家の残党か鎌倉の追手か、こりゃ容易ならぬ大変じゃの。あいにく春彦殿は現さず、姉様も殿様に召されて修善寺へ。何としたことでござりましょうな。我々がうろうろ立ち騒いだとて何の役にも立つまい。それじゃという手冬の戦に姉様は何となさりようか。もし逃げ惑うて過ちでも。いや、それも時の運じゃ。ぜひもない。姉にはまた姉の覚悟があろうよ。おお、春彦殿、待ちかねました。寄せては鎌倉の北条方、しかも幼稚の相談を図らず木陰で立ち聞きして、その良しをご忠心申し上げようと修善寺まで駆けつけたが、前後の門は皆囲まれ、翼なければ入ることもかなわず、残念ながらおめおめ戻った。では姉様の安否も知れませぬか。姉様はさておいて、上様のご安否さえもまだわからぬ。何を言うにも多勢に無勢、勝負は大方知れてやる。川殿といい、上様といい、いかなる因縁かこの修善寺には土の底まで源氏の血がしみるの。いや、誰やら表に。これ、傷はそうござりまするぞ。心を確かに持たせられい。おお、妹、春彦殿。トト様はどこにじゃ。いや、侍衆と思いのほか。姉様か。なんと、娘か。して、この手は。上様お風呂を召されるおりか。鎌倉勢が不意の夜地、女でこそあれこのかつらをご奉公はじめのご奉公さめに、この表をつけてお身代わりと、座金をよりこれにあり、呼ばわり呼ばわり発生すれば。さてはこの表で敵を欺き、ここまで逃げてまいったか。とはいうものの、浅ましいこのお姿、姉様死んでくださりまするな。いやいや、死んでも恨みはない。静が伏せ屋でいたずらに百年千年生きたとて何になろう。たとえ半時一時でも将軍家のおそばに召し出され、若さの局という名をも賜るからは、これで出世の望みもかのうた。死んでも私は本望じゃ。大変じゃ大変じゃ。もうてくだされ。いや、ここにも手負いが。おお、桂殿、こなたもか。して上様は。おいたわしやご最後じゃ。え、ではお身代わりの甲斐もなく。ついにやみやみご最後か。これ姉様、心は確かに。のう、トト様、姉様が、姉様が死にまするぞ。おお、姉は死ぬるか。姉も定めて本望であろう。父もまた本望じゃ。え、幾度打ち直してもこの表に思想のありありと見えたるは、あれつたなきにあらず、鈍きにあらず、源氏の将軍頼家卿が各愛なるべきご恩とは、今という今初めて悟った。神ならでは白示される人の運命、まず我が作に現れしは自然の官能、自然の妙、
義芸一心にいるとはこのことよ。伊豆の夜叉を我ながらあっぱれ天下一じゃの。以上をもちまして、基礎科土曜日クラスの修了講演を終了させていただきます。本日はご観覧いただき、誠にありがとうございました。ありがとうございました。